ずいぶん派手に濡れたもんだな。冷たい雨でやけども冷えていい気持ちじゃ。そうだ、あの麦はどうすればいい？ん？どうってどういうことかよ。つまり脱穀すればいいのか、あのままの方がいいのか。まあお前が本当にあの麦に宿ってたとしたらだが、ワッチが生きている限り、あの麦が腐ったり枯れたりすることはありんせん。食べられたり燃やされたり、すりつぶして土に混ぜられたりすると、ワッチはいなくなってしまうかもしらんが、脱穀する分には問題ありんせん。じゃあ後で麦粒にして袋に入れてやるよ。自分で持っていたいだろう。助かるの。首から下げられるとなおよい。首か。うん。麦、少し残してもいいか。別の土地に売り込んでみたかったんだ。土地のものはその土地にあればこそじゃ。まあすぐ枯れるのがオチじゃ。行くだけ無駄というものよ。それにしても、主はあれだけの雨を浴びてもまだ臭いの？主はええ男じゃと思いず、少しは身綺麗にしやさんせ。これでも商談に差し障らない程度には。まあそのヒゲはワッチもいいと思う。おお、お前にもわかるか、これが。ただワッチはもう少し長い方が好きじゃな。こんな風に